こんにちは、よーくん松村チャンネルです。現在栃木県小山市の中心駅小山駅にいます。今日は小山駅周辺を散策するという動画でお送りしますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。小山駅はこちら、宇都宮線直通する上野東京ライン、湘南新宿ラインの電車が走ってます。そしてこちら映像に映っているのが水戸線です。水戸線は友部駅までを走りまして、友部から先常磐線に直通して水戸方面まで行きます。そしてこちら両毛線です。両毛線は群馬の高崎までを結ぶ路線です。途中佐野、足利、桐生、伊勢崎、前橋といった栃木群馬の主要な都市を通りまして、最後高崎までを結んでいきます。そしてメインといっても過言じゃありません、東北新幹線の駅となってます。今通過していってる新幹線がありますね。あ、ちなみに小山駅の宇都宮線ホームに木そばっていう有名な立ち食いそば屋さんがあります。僕は山菜そばをいただきました。めちゃくちゃ美味しかったので、ぜひ来た時は寄ってみると良いと思います。それでは駅構内から改札口まで向かおうと思います。結構駅構内が広々としてます。さすがターミナル駅だけありますね。改札を出ますと、こちら正面に駅ビルのバルが連結されています。ちょっとフロア案内を見ていきましょう。はい、こんな感じで、このように飲食店が多くある様子が目立ちます。で、赤いロゴのうまい屋っていう店は餃子屋さんですね。宇都宮までも用事がない方でここで食べれることができます。その他ファッション系のお店も入ってます。それではバルからカメラを左に回しまして、繁華街とは反対の東口をひとまず見ていこうと思います。あとはプロントというカフェ&バー的なお店だったとは思いますが、プロントがありまして、お隣はサボテン、とんかつ屋さんがあります。そのお隣は日高屋です。首都圏ではよく目にするコスパの良い中華食堂です。で、このコンコースをひとまずまっすぐ進んでいきますと、こちら割と綺麗なビルや高いマンションが建ってます。新しい感じの街並みといった印象があります。左手には山田電機、自分自撮り棒がねちょっと落として壊れてしまったので、ここの山田電機で買いました。本当駅の近くに電気屋さんがあるのは何かと助かります。で、この大きく綺麗なビル、実は大学なんです。白鴎大学という名前の大学で、キャンパス、まあ校舎ってことですよね。これは駅地下で素晴らしいと思います。ビルのお隣も白鴎大学のこちら建物なんですね。なかなか大きい大学かなと思います。で、奥には東横インとか高いマンションが建ってます。先ほど映したマンションの下には、病院もあります。これは住んでる方は非常に便利かなと思います。ではもう少し奥まで歩いていきましょう。途中居酒屋さんもこのようにありますが、数が多いという印象はあまりなかったです。むしろ高いマンション群などが、多い、そんなような感じがしました。はい、それではさらにまっすぐ歩いていこうと思います。で、通りの左側には中央アートスクール専門学校があります。先ほどの白鴎大学もそうですが、こちらも立派なビル型の校舎になってます。ホームページをちょっと見たら、イラスト、音楽、ダンス、声優コースとかが載ってましたので、気になる方はホームページを見てみると良いかと思います。はい、ではさらに進んでいきましょう。で、途中交差点まで来ました。この奥はもうだんだんと住宅エリアかなと思ったんで、一旦ここで引き返して小山駅まで戻ろうと思います。東口の印象としては、やはり駅前に高いマンション群が多くて、都心まで割と近いエリアなので、ベッドタウンのような、要素が強いかなという印象がありました。はい、小山駅の改札口まで戻ってきました。今度は西口、市街地側を散策していこうと思います。ちなみに正面に桜道と書かれたお土産屋さんがあります。小山の地酒とか、あとモナカとかもありますね。で、やはり栃木といったら佐野ラーメン、下にはとちおとめのお菓子とかレモン牛乳のお菓子も売ってます。お店の中にもいろいろありますので、小山に来た際はぜひ立ち寄ってみると良いかと思います。はい、それでは西口まで行きます。こちらエスカレーターを下って出口まで向かいたいと思います。西口はこのような感じになってます。茶色の雑居ビルがあって、下には居酒屋さんもあります。で、こちらが西口からまっすぐの通りになります。後にこの通りの様子は映していきます。他にはですね、左側にも雑居ビルがあって、下にはオリオン餃子があります。で
で左側にさらにカメラを回していきますと、こちらガラス張りのビルがあります。副業商業施設らしきものがありますね。結構立派な建物です。ツタヤとかも入ってます。では近くまで行ってみましょう。で先ほど映した商業施設なんですけれども、1階にはドン・キホーテが入ってます。でフロア案内をちょっと見てみましょう。地下1階と1階がドン・キホーテ、2階がツタヤ、3階がファッションで、4階が100円ショップとか、あとアニメイトが入ってます。で5階がベビー&キッズって書かれてまして、6階が学習塾とかがあって、7階がレストラン、あと映画館も入ってるみたいです。でこのビルとお隣の建物をつなぐ連絡橋が目に入ります。駐車場だけかなと思ったら、下にねいくつかまたテナントが入ってるみたいです。なんかライザップとかも入ってるのが見えますよね。まあこのような構成になってます。ではここのライザップがあるビルと黄色の看板でコロラドと書かれたカフェの間の通りを歩いていこうと思います。通りはこのような感じになってます。途中魚民居酒屋さんの看板がありまして、こちらのビルには他にもアートネイチャーなどのテナントが入ってます。で反対側にはこちらロブレって書いてあります。先ほどのビルもロブレなので、別館みたいな感じでしょうかね。で下にはいくつか飲食店も見受けられます。さらにまっすぐ進みますと、小籠包餃子専門店と書かれたお店があります。外観はこのような感じです。お山に来た際はね、ぜひ寄ってみると良いと思います。で通りの突き当たりまで来まして、左側このようにもうそこまで高い建物もなく、市街地からだんだん住宅街になりそうな雰囲気が出てますね。で右側はこんな感じで高いマンションが、いくつかあったりします。こちらは小山駅からまっすぐの通り側になります。で今高いマンションがある交差点があります。マンションの下には足利銀行があります。いやこれはね、住んでる方はとても便利かなと思います。これから小山駅に戻りまして、バスに乗って小山遊園ハーベストウォークというところに行こうと思います。どこだそこって思った方もいるとは思うんですけども、それは後に紹介していきますので、最後まで楽しみに見ててください。ちなみにこちらが小山駅西口の外観です。白と茶色のデザインでシンプルなんですけど、意外と独特な感じがしまして、もう小山駅って覚えられそうな外観、そのような感じがします。はい、駅からバスに乗りまして、先ほども言った小山遊園ハーベストウォークというところに行こうと思います。関東の方で20代後半以上の方なら耳にしたことがあるとは思うんですけども、小山市に小山遊園地がありました。しかし2005年2月に閉園をしました。その後遊園地の後を利用してショッピングセンターが作られて、それがこれから今行くところになります。それでは小山市の概要を簡単にお伝えします。栃木県南部の市で宇都宮に次ぐ第2位の人口を持ってます。と言っても宇都宮市が人口50万人に対して、小山市は人口約17万人とのことです。このように栃木が宇都宮市に本当集中している感じがあります。ただ小山市は交通が便利な街で、動画の最初あたりでも話しているように茨城群馬に伸びる路線があり、また都心へ小1時間で行けて、新幹線だと東北方面はもちろん、反対に東京の上野までも約40分で行けてしまうほど非常に交通の便が良い街かと思います。郊外には北関東を横断する国道50号がありまして、そこにはロードサイドショップが多くあるとのことです。そして住宅地も多く、駅前にはマンション群もたくさんありまして、住環境が整った街という感じがあります。このように交通、買い物、住環境のバランスが取れた、とても便利な街かなという印象がありました。話しているうちに小山遊園地跡のショッピングセンターのところまで着きました。ここを左に曲がっていきますと、ユニクロとか、あとスーパーですね、他にもいろんなお店があります。でさらに奥に進んでいきまして、バスを降ります。そうしますと大型の郊外型ケース電機、あとですねビバホーム、ホームセンターがあります。道路の反対側にもこのように、テナントがたくさんあります。この辺り一帯が小山遊園ハーベストウォークという、ショッピングセンターになると思います。でそして見てもらいたいのがこちら、メリーゴーランドタウンと書かれてます。おしゃれな感じというよりは、どこかテーマパークに来たような錯覚に陥ってしまいます。それでは中の様子をちょっと見ていきましょう。中にはこのように様々なテナントが入ってまして、雰囲気的にはアウトレットモールに近い感じがあります。
で、この通りだけではなくてね、右側にもまた通りがありまして、さまざまなテナントがあります。で、もう少し進んでいきますと、こちらメリーゴーランドがありました。だからメリーゴーランドタウンっていうんですね。まあさすがに意味なきゃそのような名前はつけませんもんね。お山遊園地の跡ということもあって、少しこのような遊び心も残してる感じがありまして、とても素敵です。で、もうちょっと進んでいきますと、大きな広場があります。奥にはまた、様々なテナントが並んでます。なんか小さい山みたいなのがあって、子供とかが遊べる感じになってるのかな。雨が降っててね、晴れた日の雰囲気をちょっと見たかったものです。で、奥にはさらに階段を登って入れる施設がありまして、シネマって書かれてますね。映画館が入ってます。他にもね、スポーツデポとか入ってまして、あとはですね、ゲーセンも入ってるんだ。で、このような感じになってます。お山付近のファミリー層には、ここは外せないくらいにね、便利な買い物エリアかと、感じました。で、最初にケーズ電機があったところ、さらに奥に進みますと、こちら思い川温泉があります。ここの温泉の露天風呂は確か広々とした思い川を眺めることができます。思い川の歴史には、明治時期にお山付近で船遊びが盛んで、あの屋形船がたくさんあったという情報があります。お山で屋形船ってあまりね、普通ピンとこないんで、なかなか面白いもんです。はい、こちらが思い川の風景です。で、奥にはうっすらと山が見えて、またそれも味わい深いです。下には両毛線の路線が通ってます。はい、ということで、お山駅周辺の散策をここで締めたいと思います。他にも街ブラをどんどんやっていきますので、ぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。